はい、こんにちは。今日はですね、背中のトレーニングに、欠かせないね、グッズを紹介したいと思います。ちょっとニット帽ね、そろそろ暑い季節になってきましたね。はい、まあ、ここクーラー効いてるんでね、大丈夫なんですけどね。はい、まあという話は置いておいてね、背中のトレーニング欠かせないグッズということでね、もう自分が、背中のトレーニングするときに、必ずね、もう使う、器具というかね、道具ですね。パワーグリップですね。はい。これあるとですね、まあこういう風にこう、ベルトになっててね、こうやってこう、手首に巻いて、でね、このベロをね、こう、ベロンと引っ掛けてね、こうやることでね、握力がね、途中で、まあ、ダメにならないんですね。前腕とね、握力を使わないでね、こう、巻きつけることによって、物を引き上げることができる、素晴らしい道具です。本当にこれがあるとないでね、背中の効きがね、全然違うんですよね。メリットとしてはね、もうさっき、言いました通りね、普通、通常でね、こう、握って引くとね、もう先にね、握力がダメになっちゃうんですよね。あともう前腕がね、パンパンになっちゃいますよね。まあ、ローイング系とかでもね、握力ダメなんですけども、懸垂でもね、まあ、自重であってもね、もうこれあるとないとでね、背中へのダイレクトの効き方っていうのがね、全然、違います。はい。まあ、握力がね、鍛えられないからね、まあ、俺はグリップ使いたくないよっていう人はね、まあ、それはそれでね、いいと思いますしね。ただまあ自分としてはね、握力のトレーニングするためにローイングやってるわけじゃないので、まあそれだったらね、握力用のトレーニングをね、やったらいいのかなというふうにね、自分はね、思いますけれどもね。まあそれは人それぞれのね、考え方やり方があるのでね、まあそれぞれでやってもらったらいいのではないかなと思います。はい。でまあ先ほど言いましたけどね、これ使うとね、握力使わない分、背中をしっかりね、限界までね、追い込むことができます。はい。で、手で前腕ね、使わないで、握力前腕使わないのでね、こう、手で握る意識っていうのがね、なくなるんですよね。意識っていうのをもうなくして、こう、背中でね、直接こう、低い感覚っていうのがね、身につけることが、できるんですね。はい。だチンニングとかでもね、こう、ぐっと握ってね、やるんじゃないしに、こう、グリップを引っ掛けて、もう手はね、全然握らないですよね。握らずに、この背中のね、広背筋、ここを起点に引き上げる、っていう動きをするとね、本当にね、パンパンになります、背中。もう背中のトレーニング、チンニングやるだけでね、本当にもうパンパンになりますから。はい。これ非常にね、このフォームを習得する上でもね、パワーグリップを使ってやるっていうのはね、非常に、おすすめだと思います。あとまあね、背中のトレーニングは特に効果的なんですけど、肩のレイズ系とかね、でもね、これ結構使えるんですよね。サイドレイズとか、まあ本当に軽い重量ならね、別になくてもいいんですけどね。まあ、それなりのね、まあ、十何キロとかの、まあ、重量になってくるとね、まあ、やっぱり、それなりに、握力とね、前腕使っちゃうんですよね。で、上げるときにね、やっぱりこの辺力入っちゃうので、バーグリップ使っちゃうと、やっぱりこう、もう手はダラーンと、もうこの辺ダラーンとなるんですよね。で、しっかりこの、ダラーンと力抜いて、肩にこう、くっと、っていう風にね、集中できるんでね、肩のレイズ系にもね、非常に効果があると思います。はい。で、自分がね、使ってるパワーグリップなんですけれどね、まあ、いろいろ使ってきました。はい。まあ、最初はね、こう、ゴールドジムとかね、バーサとかね、結構いいところのね、メーカーね、使ったりしてね、良かったです、やっぱり。まあ、結構高いです、やっぱり。8000ぐらいとかね、するんでね、まあ、高いだけあってね、いいんで良かったんです。ただまあいろいろね使ってきた中ね、まあ安いのも使ってみたりとかね、いろいろしてね、
で、最終このコスパも考えて、行き着いたのがね、今この、これですね。この、キングツーリングってやつですか。まあ、普通にアマゾンの通販で買ったんですけどね。まあ、3000円ぐらいです。3000円ぐらいで、まあ、しっかりね、こう、手首しっかりフィットしてね、このベロがね、結構、いい感じに長い。あんまりこれベロ短すぎるとね、引っ掛けるのめんどくさいんですよ。特にチンニングとかね、まあ、片手はプッ、ファッとこう、できるんですけど、片手をやって、もう片手をやるときにベロが短いとね、なかなかこう、ね、はまらないんですよね。引っ掛からないんですよ。長いとね、割と引っ掛かりやすいんですけどね。で、まあ、長い分、グリップもね、増しますしね。だからこう、しっかりこの、ラバーですかね、これね。はい。結構滑り止めもしっかりしてますしね。これがね、結構いいです。で、自分手首ね、細いんですよ。手首細いんですけれど、ちょっとこの、外の部分ね、こう、骨が出てるんですよね。骨が出ているので、サイズとしてはね、自分で L サイズでちょうどいいぐらいですね。はい。これ思ったよりもね、一個大きいサイズ買った方がね、このベルト部分ちょっと短いのでね、大きいサイズ買った方がいいかなと思います。はい。ちなみに、もう基本ね、メリットです。はい。メリットしかないと自分は思ってます。が、はい。一つね、これずっと使ってきて、デメリット。というかね、副作用がね、ありました。はい。何だと思いますかね。毛深くなったんです。はい。こうずっとね、手首に巻いてるじゃないですか。ここね。で、僕自分ね、見ての通り、あまり毛深くないんですよ。脇もね、そんなに、全然脱毛とかしないんですけどね。脇毛とかもないですしね。基本的に毛深くないんですけどね。ちょっとこう見て、わかりますかね。この部分だけ。他の部分全然ね、大して毛が、もう産毛があるぐらいなんですけどね。ここだけ毛が、長いんですよ。わかりますかね。ここだけもう長いでしょ。この辺ね。なんか巻いてるところだけで、異常に毛深くなってしまってね。はい。デメリットというか、副作用が出てしまいました。はい。あと、ま、夏場ね、汗溜まるとすごく臭くなる。もう夏のね、剣道のコテみたいな感じになるんだね。まあ、こまめにね、洗濯をすることをね、おすすめするんですけど、ただあんまり洗濯してしまうと、このね、マジックテープの部分がね、だんだんへたってくるんでね。まあだからある程度、まあなんかファブリーズとかで、ファブリーズと天日干しとかしながら、まあある程度経ったら、洗うっていうような感じでね、してもらうのがね、いいのではないかなと思います。あんまりこう、多分この、ジメジメした感じの、ウェッティな感じでずっと巻いてると、毛深くなっちゃうのかなっていうね、感じですね。びっくりしました。なんか、わさわさしてんだと思ったんですよ。で、よう見たら、ね、毛深くなっちゃって。はい。これはですね、大したデメリットじゃないって言いましたけどね。いや、人によってはね、非常に大きなデメリットかもしれませんね。はい。まあ、こんなことになってしまいました。はい。ただね、背中のトレーニングする上ではね、明らかにね、効率、効果っていうのはね、ありますのでね。特にね、まあ、高いもんでもないのでね、こうやったら3000円ぐらいで買えるのでね、まずトレーニングする上でね、何買おうかって言ったら、まずこれを買うのをおすすめしますね。はい。まあ、その後にね、まあ、プレス系で手首を守るために、こうリストラップですね。こういうやつですね。手首にこうやって巻くやつなんですけどね。こうリストラップとかね、あるとね。まあ、こんなリストラップも安いんですよ。僕も使ってる、これ1000円ぐらいなんでね。
もうこれは消耗品だと思ってます。まあ、しばらく使ってると、もうゴムがビロビロになってくるんで、もう、そうなったらすぐ買い替える感じでね。ですので、もう安いやつ使ってます。基本的に。で、手もね、柔肌っていうか、あんまりこう、手のひらとか強くないのでね、グリップもね、普通に、ワークマンとかで売ってるね、滑り止めの手袋使ってます。もう安いっす。もう2つ、左右で、まあ300円とか400円ぐらいの手袋です。全然金はかけてないですね。はい。あと、まあ、腰守るためにベルトがあったらいいかなと。ただまあ、ベルトはね、最近エニタイムとか、あれジムに行ったらね、もう備え付けのやつあるんでね、もう結構それ使ったりするので、まあ一応持ってはいるんですけどね、自分のやつもね。まあ重いのでね、持ち運びがね、ちょっと不便かなっていうのはあります。はい。まあ本当にね、背中、これ、ね、パワーグリップ、別にどこのメーカーでもいいと思いますけどね、パワーグリップはね、あった。まあパワーグリップかあとリストストラップですね。紐を巻きつけるやつね。まあ、これもすごいグリップ力があっていいんですけどね。ただちょっと巻きつけるのがめんどくさいんで、まあ、初心者にはパワーグリップかなっていうね、気もします。はい。まあ、ね、ぜひぜひね、こういったグッズもね、利用しながらね、はい。鬼の背中をね、作っていただければね、いいと思います。はい。では。